私トレンビーの記者 J と申します。はい、あ、お世話になっております。はい、なんで記者って記者 J です。はい、この度、黒木ひかりさんが、トレンビーで、記事の閲覧者数が、とても多くて、とても多く後で説明します。で、伸び方がすごかったということを記念しまして、新人賞という賞を受賞していただきたいと思います。ありがとうございます。なんか初めて賞もらったありがとうございます。記事、実は、1位は堀田茜さんが取っているんですけども、黒木さん2位でした。残念。はい、ありがとうございます。それってじゃあ堀田さんも賞をもらってるってことですか？堀田さん、グランプリを。それは、あ、じゃあこれは伸び新人賞みたいな。そうです。おー、すごいそうです。嬉しいです。でも次はグランプリ取れるように頑張ります。そしたら今年本当におっしゃる通りすごいいろいろと変わって、やっぱり応援してくれる方とかもすごい一気に増えて、女性も増えたんですけど、やっぱりそうですね、一番変わったのはお仕事を、モデルを初挑戦今年はして、もうだいぶ今年は大きく変わった年でした。はいそうですね、来年はやっぱりその今年大きくお仕事が変わったので、まあ、来年はそれをもっともっとよくいっぱいもっと広げられるように頑張りたいです。来年も、はい聞いてなかったです。なんかマネージャーが来てくれて、それでお水とかを差し入れで舞台稽古中出してくれたんですけど、それでエレベーター降りてきて、なんかよくわかんないです。もうなんかよくわかんない無言でなんかすごい明るいのが見えましたねちょっとびっくりしてます今のそうなんですよ、もうちょっとでも、なんだろう、当初は何回かやったんですけど、もうちょっとで本格的に本番に近い稽古をしますはい、どうも皆さんこんにちは、黒木ひかりです。はい、今回賞をいただいたということで、新人賞ありがとうございます。皆様のおかげでございますはい、1月の5日から13日の間舞台の本番がありますので、皆さんぜひツイッターなどを見て詳細を見ていただけると嬉しいです。はい、ぜひ来てくださいありがとうございました。どうも黒木ひかりでした。バイバーイ。